キリト君、やっぱり来ると思ったわ。俺に何か用があったのか。息抜きついでにキリト君と話したいなって思ったの。君と話すのはとっても面白いんだもの。そうか。ほら早く座って、またシャムロックのみんなが探しに来ちゃうかもしれないでしょ。ああ。ねえねえキリト君。なんだすぐ。キリト君って OSS 持ってる？いや持ってないよ。そうなんだ。なんで？今スバルトエリアの攻略が最優先だからな。 OSS を習得する時間がないんだよ。正直なところオリジナル技を作ってみたいと思ってるんだけどな。それじゃあ新エリアの攻略は私たちに任せて OSS を習得してみたら？そういうわけにはいかないさ。そっか、キリト君の OSS 欲しかったんだけどな。君たちに頼みがあるんだ。町に住む若者が氷山の島の東にある遺跡に行くと言ってから戻ってこないんだ。様子を見に行ってもらえないだろうか。これって何かのクエスト進行のフラグが立ったってことかな。重要なクエストかもしれないから受けた方が良さそうね。そうだな、俺たちが様子を見に行ってくるよ。ありがとう。遺跡の扉はこの鍵で開く。もし扉が閉まっているようだったらこれを使ってくれ。この鍵を使えば扉が開くはずだな。やった、これで遺跡の中に入れるね。これで決めてやる。これで決めてやる。
やっ。負けないんだからね。
の先に進むとボスがいるな。このままボスに挑もう。分かったわ、頑張ろうね。みんな準備はいいか。行くぞ。これで決めてやる。せい、何、何の。せい、焦るな、落ち着け。キリト君、体勢を立て、大丈夫？サンキューな。残りの体力、気をつけて。元気になったよ。これで決めてやる。部屋の奥の扉が開いたわ。助けに来てくれてありがとう。さっきのモンスターのせいでここから出られなかったんだ。僕も冒険者になりたかったんだけど、まだ早かったみたいだ。もっと力をつけてからまた挑戦するよ。そうだ、この部屋に書物があったんだけど、僕には必要ないから君たちにあげるよ。ああ、ありがとう。僕は先に戻っているね。君たちの冒険がうまくいくことを願ってるよ。ねえねえキリト君、それには何が書いてあるの？今読んでみるよ。島の中央にあった装置について書かれてるな。高度制限を解除するにはあの装置を何とかする必要があるみたいだ。やっぱりそうだったんだ。おい、この奥にも部屋があるぞ。行ってみようぜ。あ、宝箱だ。さすがにもうトラップはないよね。それじゃあ開けるよ。あれ？これただの素材だよ。
このクエ結構大変だったのに。なんだか期待外れね。おかしいな。こういうクエストは初回クリアならレアアイテムがもらえるはずだよな。ああ、ということはここのクエストもすでに攻略済みだったか。まあ仕方ないわね。勢力もランクも違いすぎるよ。私らとあの巨大ギルドシャムロックとじゃ。私たちみたいな小さなパーティーはどうしても不利になりますよね。私たちって別にギルド作ってるわけでもないしね。どう、キリト、今からでもギルド作って他に仲間も集めてみる？それとも今更だけどそれぞれが自分たちの所属する種族についてみる？そっちの方が本来のALOの遊び方として正しいからね。まあみんながそうしたいのなら止めないけどさ、やっぱり嫌だ。やめてくれ。俺はみんなと一緒に攻略したい。どうしてもというならギルドくらい作ってもいいけど。嫌だな。冗談だってば、キリト。そんな顔しないでもいいって。キリトがギルド嫌いなのは知ってるからさ。ごめんね、ちょっとからかっただけよ。なんだ、脅かすなよ。キリトのそんな顔見られて冗談言った甲斐があったわ。私たちは今までのペースで仲良くやりましょう。はい、シャムロックに勝てなくても私は別に構いません。こうやってみんなで仲良く遊べればそれで十分ですから。リズベット、シリカ、ありがとう。早く攻略してしまいましょう。ん？レインか。今日もつけてきてたのか？お邪魔だったかしら。いや、別に構わないけどさ。なんだかあなた、もはやストーカーとは呼べない距離感ね。これじゃただのパーティーメンバー、ただのお友達ですよね。そう言ってもらえるとなんだか嬉しいな。それでどうしたんだ、レイ。結局あなたたちが最近のクエストの報酬を取り逃してるのって、あのシャムロックに先手を取られてることが原因なんだよね。大半がそうだな。VRMMO のギルド間競争はやっぱり頭数がものを言うからね。あれだけの大規模ギルドを相手に出し抜くのはなかなか難しいよ。それにあの人たち常にレイドクラスの人数で徒党を組んでるしね。そうだな、そもそもの人数が違うからな。じゃあここは一つレインちゃんが協力しちゃおうじゃないの。最近キリト君たちに同行させてもらってるおかげでレアな素材やアイテムをいろいろとゲットできてるからね。これはほんのお礼だよ。何をするつもりなんですか？シャムロックの次の動きを調べて彼らよりも早く動くという寸法よ。向こうが頭数に物を言わせてるならこっちはそれを予測するしかないでしょ。予測って簡単に言ってもそんなことできるのか？レインちゃんにお任せあれ。今度連絡するから。じゃあね、ダスビダーニャー。おいおい、俺はまだお前の連絡先を知らないぞ。そうだね。じゃあいいのかな。あなた何モジモジしながら赤くなってるのよ。フレンド登録するだけなのに。だってそのこれってなんだか本当に友達みたいだからさ、ちょっと緊張しちゃって。俺たちはもう友達だろ。私もそうだと思ってますよ。こういう時に躊躇もなく言えちゃうキリトもすごいと思うけど、私も友達だって思ってるわよ。そうか。みんなありがとう。
ぜ。